これで10個かな、えー。私は長年の梅さん信者です。だからこそみんなが聞きたくても、えー、なかなか空気を読んで聞けないことをあえて質問したいと思います。梅原さんはよくいろん、んいろんないろんな人から昔と言ってたことと違うとか、あの人は結構意見がコロコロ変わると言われてます。最近ではストシックスに期待すこととして、 リベンジ的なシステムや逆転要素的なシステムに否定的な意見をしているように思い受けしますが、昔 b s t b で掲げの未来を話した時には、どちらかというと逆転要素は素人が入り込みやすい要素として、どちらかというと推奨していたように思うんですが、本社はどっちですかマジで、あの、ごめんね。これ文章の内容と関係ないですけど、マジ一回遂行しません送る人。<laughs> あの、ね、LINE 送ってるわけじゃないから、一回、一回読み出しません あの、誤字雑字がマジで多いから、読みづれ。うん。そんなに時間かかんねえだろ。<laughs> 本当に。大して長い文章でもねえしさ。うん。一回、一回読み直そう。うん。えー、っとですね。で、はい。じゃ話の本題ね。あ、おはようございます。大きな気の伴さ。えー、話の本題。意見がコロコロ変わる。昔と言ってたことと違う。うん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 。 これはですね、えっ、ー、と、まずじゃあネガティブな話をすると、ネガティブな話からすると、まあ、そういうやつっていうのがまず一つあるんだよね。これは何かその考えがあってとか、あの、えー、深い考えがあってとか、あの、こうしないとダメなんだとか、いうことではなく、単純にそういう、まあ思いつきで結構喋っちゃうよねっていう、 性格っていうのはまず一つあります。これはね。まあこういうやつ結構いるじゃん。だ俺多分その中の一人 <laughs> えなんだよね。その時は本当にそうだと思って喋ってんだけど、よくよく考えたら、んこの選択ちょっと違うかなとかっていうことがある人なんだよね。まあそれは多分、えっと、よく発言、よく発信する人ほど、まあ怒りがちなことかなっていう気がする。普通の人が、まだんどっちにしようかなって考えて、あのー、吟味してる間に発言をしたりとか行動を取るから、 まあこういうことが起こるっていうのがまず一つ。まあこれはまあいいことでもあり悪いことでもあるけど、あえてネガティブな言い方をしました。これに関してはね。まあこれは結局正確じゃんっていう話なんだけど、まあネガティブな言い方をしました。で、えー、ポジティブな話をすると、えっ、ー、と、言ってたことともうすでに考えが変わってたりとか、過去に言ってたことが間違ってるって気づいてるのに変えれないことよりは俺はははるかにマシだと思ってる人間なんだよね。まあ昔こんなこと言ったけど、 ああ、本当はこっちの方が正しいなって思ってて。まあ、これ、一回ボンとなんかの、ね、あの対談かなんかでやってますけど。うん。なので、これは、あの、今言った方の、後から言った、ね、ポジティブな方に関しては、めちゃくちゃ、なんなら、特技だと思ってるね。うん。前言撤回は特技です <laughs>。ええ私は、ね、あ、